皆さんお疲れれ様ででございいまますすそれではたただ今から予算決算決委員会会を開会いたします審査順序につきましては、お手元に配布いたしました審査順序のとおり、進めてまいりたいと思いますので、ご了承お願います。これより審査順序に従い、議事を進めてまいりますが、委員会の審査については、予算決算委員会の運営に関する要項に基づきまして、審査を進めさせていただきます。 案件を付議いたします。議案第三十七号を議題といたします。まず提出者からの説明は。予算決算委員会の運営に関する要項。第三条第一項の規定により。省略したいと思いますが、ご異議ありませんか。満場御異議ないものと認めます。よって、さ用う結成られました。次に。 ただいま、不議しました案件に対する質疑につきましては、予算決算委員会の運営に関する要項、第3条、第2項の規定により、行わないものといたしたいと思いますが、ご異議ありませんか。満条、ご意議ないものと認めます。よって、作用を決せられました。次に、案件の各分科会分担に移ります。 議案第37号の各分科会分担については、あらかじめ予算決算委員会理事会においてご協議いただきましたところ、印刷の上申し上げてあります、予算決算委員会各分科会分担一覧のとおり、分科会分担とし、審査を進めることが適当であるとされましたので、そのようにいたしたいと思いますが、ご異議ありませんか。 案上御異議ないものと認めます。よって作用を決してられました。以上で予算決算委員会を閉会いたします。お疲れ様でした。